こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、片付きやすい家、散らかりにくい家ということの格論、キッチンに関してね、少しお話をしていきたいと思います。まあね、ちょっと片付きやすい家シリーズで少し喋ってきたんで、だんだんネタがなくなってきて苦しんでるんですけども、頑張ってちょっとキッチンにも取り組んでいきたいと思いますので、ちょっとしっかり聞いてもらえたらと思います。まあ、いつものようにね、僕のスケッチ見ていただけたらと思います。まあ、この片付くキッチンっていうのはですね、これね、なんて言うんですかね、僕思うんですけどね、僕たちの設計士っていう世界よりもう少し住み手の人が自分たちの工夫としてやっていただいた方がいいんかなと思うことで、どっちかというとね、今日の話は工務店とかハウスメーカーのプロ向きっていうよりは、もういよいよこう住み手の人に対して、まあ、こういう流れで頭を持ってたらどうかなっていうような話です。はい。だからまあすごいそんな難しい話ではないということなんですよね。でまずですね、片付くキッチンを作るっていう時を考えた時にね、一番のポイントはですね、収納を、まあ、キッチンで収納の塊ですから、こう立面から考えるっていうことがやっぱり最大かなと思います。まあちょっと見てほしい、それ立面意味がわからないと思うんで、ちょっと見てほしい。これ一般的に I 型のキッチンを立面で描いたものですと思ってくださいね。これがキッチンで、ここにこう、レンジがこうあってですね、ここにこう鍋置いたりして、やかん置いたりして、こう煮炊きする、こういうところですね。でここがシンクになってて、でここにこう水洗がついてる。で、今後水洗がついてる。という形ですね。まあ、これちょっと食洗機やと思ってくださいね。はい。まあ、例えばこういうようなレイアウトって、まあ、割とよくあるレイアウトやと思うんですけども、ここにですね、平面的に言うとこういうね、2500とか3メーターみたいなところにキッチンって感じ、I 型キッチンって感じになるんですけど、ちょっと立面でこうイメージしていってほしいんですよ。で、そうするとですね、結構、こういうキッチンがいいのか悪いのかっていう判断が自分たちでしていけるようになります。まあ、ちなみにですね、こういうので典型的な、パッと思った例ですけども、まあ、このレンジフードの下の、レンジの下の鍋とかね、フライパンがあったら便利かなとか。で、煮炊きするときに調味料がパッと出せる方がいいんで、この脇調味料かなとか。それから調味料も、まあ、ちっちゃいものから、ちょっと大きいね、醤油みたいな大きいものから、そういうところのストックかなとかですね。からラップとかホイールとか割り箸とかみたいな軽いもんだけど結構頻度があるっていうのは、まあ、この下かなとか、まあ、もちろん上に引き出しがあるタイプがあるかもしれませんが、絶対とは言いませんけどね。それから、スポンジ、洗剤のストックとかゴミ袋とかまな板とかボール、ザルっていうのも多いですよね。あれもボールもザルもパッと出したいですよね、使うときにね。で、そういうようなとこ、それからまあ上っ側の釣り戸ってね、これみんな釣り戸って言うんですけどね、意外に使い勝手悪いですよね。だからじゃあ何を置くのっていうと、まあトレイとか、リネン類ね、こう布巾みたいな、ああいうもんとかですね。それからお菓子作りをする人っているじゃないですか。まあヘビーユーザーは知りませんけど、たまに釣る人はお菓子を使うようなものはこの上の方に置くとかですね。それからまあ水筒とか、水筒も結構何種類もいるじゃないですか。2リットルもあれば1リットルもあれば500も300みたいな感じでいるじゃないですか。その結構置き場所で置くみたいな感じで、上のところは頻度が比較的少なくて軽いものっていうような感じになりますよね。こういう感じで入れるものを立面で配置考えるっていうのが最大のポイントになると思います。で、逆に言うと、これどこ置こうかなっていうところがないとしたら、それはですね、大きな問題を呼ぶんです。どういうことかというと、ちょっとこれ復習になるんですけども、片付けってどういうことかというと、必要なものをあるべき所定の場所に置くことなんですよね、片付けるってことはね。つまりですね、キッチンにまつわる全てのツールとか道具、そういうものに対して置くべき場所、住所があるってことなんですよ。だからこの住所を、何の住所をどこにするかっていうことを決めるということが、この立面収納の立面計画になってくるわけなんですよね。で、ここをちょっと押さえてもらうと、ここはまあね、どっちかというと設計士さんに考えてって言われても、設計士さんも奥さんどんなもん持ってるんですかっていうところで、全部奥さんが言えたら考えてくれると思いますけど、まあまあ
これですかね、あれです、あと自分で考えますっていうと結局自分で考えるようになるので、ちょっとそういう風な視点っていうのを、持ってもらいたいんですよね。でそのために、まあ、そうは言ってもですね、結構考えるのしんどいので、そのためのこう、なんていうか、方向性出せるものとしてはですね、キッチン用品は大きく分類したら3つに分かれると言われています。1番作るという、その料理を作るというカテゴリーのもの、それから料理を盛り付けるというカテゴリーのもので、最後片付ける、キッチンを片付けるというカテゴリーのものってもう分かれていると言われています。でちなみに作るとなるとですね、いろいろありますよ。例ですよ、例えば料理本見る人は、ノート見る人だったらそういうもんありますよね。まあ、最近はね、スマホとかクックパッドとかあんなんであるからだいぶ減りましたけども、まあ、相変わらずノート本、お母さんからもらったレシピの本みたいなこと大事にしてる子もいますのでね、そういう形です。それから、作るの食品、食品も乾物とかレトルトみたいな缶詰みたいなものもあれば、もっと、あ、そうですね、いわゆるそういう生鮮のものは全部冷蔵庫に行きますから、生鮮じゃない食品をどこに置くか、それから調味料も結構ありますよね。最近はね、なんか鍋の出汁とかって、僕たち昔はもうね、出汁取ったり砂糖や醤油で作ってましたけど、出汁のパックとか、なんかその1回分の出汁レトルトみたいなのがあるから、まあ、結構そういうのもね、ストックしたい人はこう大変ですよね。でそういうようなもの、調味料系ですね。それからもちろん道具で、調理道具ツールね、そういうものがあると思います。で盛り付けるというのは、食器っていうのはパッと浮かぶんですけども、あとはカトラリーっていうんですかね、いわゆるスプーンとかフォークとか、ああいうやつですね。でそういうものも、種類がいっぱいいる家庭もあれば、シンプルにやるっていう家庭もあると思うので、それですね。でさっき言ったリネン、でそれからトレイですね、いろんなトレイ、お盆も含めてそういうものがいります。 で今度片付けとなると、保存用の容器、タッパーとかいっぱいありますよね。お弁当の柄も、お弁当もいろんな種類ありますよね。お重のような、運動会に持っていくような大きいものもあれば、毎日こう、これご主人に、はいお弁当って言って、これはいって渡すようなサイズもあります。それから、まあ、キッチンにはキッチン、いわゆるキッチンペーパーとか、アルミホイルとかね、ラップとか、ジップロックいうんですかね、ああいうものとかいっぱいありますよね、消耗品。それから当然洗剤とかたわしとか、そんなのように、掃除用品っていうのもあります。だから、まあ、今日はね、もうこんなん僕より主婦の方の方がよっぽど詳しいと思うんで、ただこういうのを作る、盛り付ける、片付けるっていうふうに枝葉つけてちょっと出してみてですね、自分の好みの確認っていうのをしてほしいんです。でこっからね、設計士のちょっと領域に入ってくるんですけど、具体的な計画のポイントとしてはですね、まずは食器ね、食器の種類とか量の把握ですよね。これは当然いりますよね。これ食器はね、やっぱりお人によってすごい量とか種類の幅ありますね。もうすごい絞ってやる人もいれば、もういろんな種類が欲しい人もいらっしゃるので、これは大きいです。それから次がですね、食品の量です。どういうものを置きたいか、食品としてね、生鮮食料品以外の乾物系が特に重要ですよね。だからカップラーメンのなんかカップ一杯置きたい人もおれば、そんな一切置かない人もいらっしゃいますの でそれを合わせて、この家族の構成にもよりますね。子供が幼い頃はこれでいいんやけども、食べ盛りになったらこうなるよねみたいなこともあるので、ここもちょっと、ね、予想しながら、やっていく必要があります。それから食品に関してはね、購入頻度も確認します。共働きで週に1回行くっていう人もいれば、共働きでも毎日仕事の帰りに買うっていう人もいるんですよ。でそれはもうなんか生活習慣とか好みにもすごく左右されます。でね、ちょっとこれは後でもうちょっと解説します。あと身長、ご家族の身長というものもやっぱりちょっと重要になるかなと思ってます。ちょっとこれ後で解説しますね。で5つ目がですね、ゴミの分別ルールです。あなたの家の住む建てるところの分別ルールです。ずっと暮らされてる人はもうよく分かってるからいいと思うんですけども、例えばどっかから変わってくるような住まい方の人は、新地の新しいところの分別ルールね、自治会によっても変わるかもしれへんから、それを確認しておいてもいいですね。で最後に家電とか電動ツールね、なんかミキサーとか、なんていうんですかね、なんかこういろんな今ありますよね、こう潰したりするね、なんかすごい便利ですね、ああいうのも使う使わへんのあるので、そういうものがどうかっていうところ、これを確認していって、だからこう
食器とか食品のボリュームっていうことを抑えとかないと建築の設計上の基本的なボリュームの確定できないですよね。ボリューム確定した後に何をどういうふうに配置するかは、これは使い手の問題だと思いますね。でそれは多分使ってるうちにちょっとあのなんか改良したかったらその人がやらないと、それをプロに任せてもちょっとこうしっくりこないへんとこもあると思いますので、僕たちはそのボリュームをどういうふうに固めていくか、ね、でどこに何を置くかっていうところがポイントだと思うんで、そういう形で進めていきたいって思ってます。でちょっと慎重の方がやっていきますとね、これまあちょっと絵描いてみたんですけども、一つね、これは個人差すごいあるんで、身長155センチの女性もおれば165センチの女性もいますよね。それから主にあの料理は旦那さんがいるんやったら旦那さん180センチかもしれないんですよね。そういうことで言っていくと、その収納の適正な高さっていうのはね、結構幅があるんですよね。で見方で一つしておくと、こんな感じでこう人が立った時に基準になるのは、こう立って手伸ばした時のところ、手先の高さ、それからこの目の高さ、アイラインですね、それからこう手を下ろした時の下歯の高さ、でそして膝の高さっていうようなところのラインがこう一つの基準になっていきます。でこのラインを中心にですね、このゴールデンゾーンっていうのは目の高さから手が下がったところの高さです。ここが一番使い勝手いいところです。だからここに頻度の多いものを持ってくるということを考えなきゃなんですよ。でここが十分にボリュームがあるかっていうのは結構片付く勝負どころかなと個人的には思っています。なのでこの目から上とかですね、それから手先から下の膝までっていうのは、その頻度から言うとちょっと落ちるもの、ちょっとたまに使うものになるんですね。でほんまにたまに使うもんっていうのは、この手先の上より上に置くみたいな感じです。例えばちょっと分かりませんけど、年に1回する餅つきのための蒸し器みたいなものがもしあるんやったら、それ一番上でいいんちゃいますかってことですよね。まあ蒸し器の方が軽いからね。でだからほんまにたまに使うもんで、軽いもんが上、一番上で、ほんまにたまに使うけど重たいもんは下みたいな感じです。で、まあ、大きく言うとこんな感じのこうなんてその家事される人の使い手のゾーンの高さで考えて立面計画を落とす、すなわち棚板の高さを決めると結構しっくりくるような感じになるかなと思っています。でその上でですね、平面図のちょっと一つのポイントも一つ最後に解説しておきますね。こんな感じで、まあ、よくある典型的なこれキッチンになるんですけども、ここでですね、僕たちが よく言ってるのは4つのコーナーっていう言い方してるんですけども、それはもう冷蔵庫、シンク、レンジ、そしてゴミ箱です。でこれをやっぱり、まあこれ人それぞれ好みがあるんでね、冷蔵庫をこういうところに置くっていうのは結構標準的なんですけど、これね、例えばビール取り、麦茶取りに行きやすいから、で、シンクもそばやから野菜すぐ出せるから、お肉すぐ出せるからっていいやんっていうふうにこうするんですけども、これね、なんていうんですかね、さっき調味料がいろいろあるいう話をしましたけど、冷蔵庫になんかいろんなレシピの調味料を置いときたいという奥さんがいらっしゃるんですよ。そういう人は冷蔵庫こっちの方がいいかもしれません。でそこから冷蔵庫からバシッと開けてパッパッと振るみたいな感じですかね。なんでそういうようなことはちょっとこれも個人差があるので、こういうその4つのコーナー目線で考えていただいたらすごくいいのかなと思います。でその上で最後ですね、ワークトライアングルっていう話を締めくくりしています。これはですね、厨房の効率っていうのを追求した女性のグループがいらっしゃってですね、で彼女たちにね、僕が冷蔵庫ここでしょって話をしたら、一概にそうじゃないんですよってお叱りを受けたことがあるんで、これちょっと知っといたら面白いかなと思うんで最後に解説しますね。彼女たちがおっしゃるにですね、冷蔵庫がこの位置にあるのがベストなんですよと、こう正三角形にあるんがええって言ってました。そうするとね、こっち行ったら2アクションやけど、こっち行ったら1アクションできるみたいな感じで、なんか何分か違うんですって調理が。でだからなんていうんですかね、朝が戦争になる家とか、そういう時は、まあ、スペースの問題とかもいろいろありますけども、この最適なワークトライアングルっていうのは正三角形に近ければ近いほどいいようなので、そういう視点でキッチンのレイアウト考えても、これはまあ僕はこれでと思ってるんですけど、そういう効率を追求する女性からそういうことを教えていただいて、なるほどな、そういう視点もあるんやなっていうことが とっても勉強になりましたんでね、ちょっと最後にちょっと打足っぽい話ですけどもお伝えしました。はい、
まあ、こんな感じでね、あの片付く家、すなわち家事がスムーズに、調理がスムーズにできる家っていうことなんで、まあ、そんなところを、頭に置いてやっていただいたらと思います。まあ、この話いつも何回やっておりますので、まあ、よかったらチャンネル登録をしてみてください。